ガジェット通信は東京産業新聞社が運営する日本のニュースサイト。2チャンネル検索などのサービスを提供している未来、検索ブラジルにより2008年9月30日に未来検索ガジェット通信の名称で開設され、同年11月にニュースサイトとしてテストをオープンした。その当初より2チャンネル解説者、元管理人の西村博之が記者として参加している。 2009年2月より未来検索ブラジルの子会社である東京産業新聞社に運営が移管され、サイト名を現在のガジェット通信とする。過去には電子掲示板2チャンネルのトップページに当サイトへのリンクが貼られていた。開設当初よりデジタル家電の新製品紹介やレビューに力を入れているが、 東京産業新聞社の運営となって以降は特にデジタル家電と関係のない一般ニュースも取り上げるようになっている。特徴的な取り組みとして2チャンネルやツイッターで話題になっている個人のブログ記事をサイトへの寄稿という形で掲載しているほか、姉妹サイト連載 .jp に登録された市民記者が投稿した記事より編集部が選んだものが ガジェット通信に掲載される場合もある。ガジェット通信の運営会社である株式会社東京産業新聞社は2003年に設立された未来検索ブラジルの子会社である。ペーパー,アーレス新聞社を標榜しており、社名に関された東京産業新聞なる新聞は元よりいかなる紙媒体の定期観光物も発行していない。ガジェット通信と その関連ニュースサイト以外のサービスでは、2チャンネルが唯一公認する、まとめサイト、コピペチャンネルの運営を行っている。代表取締役は、未来検索ブラジル社長の竹中直澄が、兼務しており、編集部も、同じビルに入居している。編集部はこれの企業、シジュの漫画、SE で、主人公の職場のモデルとなっている。 以下の姉妹サイトに掲載された記事は、ガジェット通信とその提携配信先のニュースサイトにも掲載される場合がある。50音順。東京産業新聞社に関するカテゴリー。ありがとうございます。